おたふくソース株式会社は、広島県広島市西区日本社をく調味料メーカー。社名である商品のおたふくソースは、お好み焼き用ウスターソース類として、国内外で知られる。現在のおたふくソース株式会社は、2009年に旧おたふくソース株式会社が、おたふくグループ株式会社へ移転時に新たに設立された法人である。社名の おたふくソースは濃厚な風味と高い粘度を特徴とするお好み焼き用途に特化したソースで1952年に業務用として発売した後、主に西日本地域で市販したが、現在は国内で広く知られる他にアジアや欧米でも好評である。もともとこれらのソースには原材料として砂糖が使われていたが、砂糖の価格高騰に伴い、 1975年より、デーツが代替品として使われ始めた。砂糖の価格が、デーツより安くなった後も、ソースに深みをもたらす隠し味として使われている。しばらくの間、使用量の9割は、イラク産のデーツを使っていたが、湾岸戦争の経済封鎖によって使用できなくなった。再、デーツの勝者は、輸入元イラン、パキスタン、オマーン。 エジプトなどに切り替えて対応した。その後もソースを安定して供給できるようにするため、中東以外の地域を含めた複数の産地からデーツを調達している。加えて健康志向の広がりからデーツ自体の人気を見込み、2019年にはデーツ部と呼ばれる専門部署を設立した。そして2020年3月には、 ソース用品種よりも高級なマジョール種を用いたドライフルーツ、デーツな爪やしの実を販売した。20年9月期決算において、この商品の売上は目標である1億円を突破した。ウッドエッグお好み焼き館ほか、ありがとうございます。